まずは靴紐を取ってブラッシングして、ホコリとかを除去します。でも靴紐は新品に変えてくれているので、このまま特に掃除せず後で使います。もし靴紐も汚れていたら普通に洗濯機にかけるとか洗剤につけとくとかで綺麗になります。ソールに結構泥がついてるので、それを落とします。靴紐を取って、なんかソールとかについた泥を、全体的にザーッと落としました、で、これからレザークリーナーで汚れを取っていきます、いくつか2つかこれは持ってるんですけど、どっちでもいいと思います、今回はこっちの一昨年ぐらいに出たのかな、サドルアップっていうレザークリーナーを使っていきます。
こういうリベットとかのについてる緑の緑章を取っていきます。もうこれはある程度ついちゃうのは仕方ないんですけど、やっぱり目立つので、爪楊枝とか綿棒でもう地道に取っています。掃除がし終わったので、次はラナパをもう直接手で塗ってオイル入れをしていきます。こういったなんていうのかな、あんまり加工コーティングがされてないタイプの革は、自分はラナパを使うと中まできっちり油が染み込んでいって柔らかくなるし、耐久性も上がる印象があります。でついでに、コロニールのレザーワックスとかを使うと撥水性とかも上がってくるので、登山靴とかだと使ってる人が多い印象があるんですが、私はこういったレッドウィングみたいなブーツにも使うのをおすすめしてます。あれだけべちゃべちゃにオイルを塗ったんですけど、すっかり吸い込んで乾いてる状態ですね。なので仕上げにコロニールのレザーワックスを最後塗っていきます。大体こう乾いたというか、塗ったワックスも浸透したので、軽拭きして、最後にブラシをかけて、シューレースを通して最後終わりになります。タオルはもう本当にこう余分なところがあれば拭くっていうぐらいで、あんまりゴシゴシ拭くと表面も傷つけちゃうので、そんなに入念にやる必要はないですね。今回の場合もうほ
とんど吸い込まれ、皮がオイル吸い込んでくれてるので、ほとんど浮いてないし、あんまり拭く、ソールとかについちゃってる余分なのは拭いといた方が、このまま履いていくとね、外でホコリとか砂とかゴミとかすっごいつくので、まあ、それを防ぐためにこういうのはソールについちゃったのは拭いといた方がいいんですけど、皮はほとんどないな、あれも何塗ったのに。で最後にブラシをかけていきます。しました。シューレースも通して、一番上まで靴紐を結ぶとこんな感じです。かなり綺麗になったんじゃないかなと思います。革も元々柔らかいしサイズがちょうどいいので、まあしばらく慣らしていって、自分のブーツにして大事にしていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。